こんにちは、ガコクル先生でーす。はい、ですね、お守り型のラッピングを以前に動画で紹介させていただきましたが、その時に紐の結び方のリクエストをいただいてましたので、今回はこの可能結びっていうんですか、こちらをやってみたいと思います。はい、これね、どういうね、お守りなんか必ずこの結びがついてるんですけれども、どうしてこの結びかと言いますとですね、この結び目のこの真ん中、ここがロの字になってるんですね。口で裏返すと漢字の十という結び方になってます。ですので十とこの口を合わせて叶うという結び目になっているので、可能結びって言って、これそういう願いを込めて封じて、このお守りを封じる結びになっています。はい、こちら水引きとか組紐でも作ってますが、今日は組紐で詳しく解説していきますので、よろしくお願いいたします。材料ですが、今回は組紐、はい、こちらを準備してください。それでは結んでみます。まずこの真ん中、こういうふうに曲げます。まずこの右に来てるのを上にしてクロスさせます。ちょっと大きめに作ります。はい、でこのバッテンをしっかり持っておいて、右手で左側をくるりと回します。でこの持ってるところ、ここに重ねます。反対に持ち替えて、このここしっかり持っておいてくださいね。で今度右側をくるりと回します。回したら、これは上ですね、こっち上に来てます。回したら今度この左の輪の中に入れたら、またここでしっかり重ねます。今ここで 1,2,3,4 本が重なってる感じになります。はい、はい、でさっきこの上前から後ろに刺したものを、今度はまた右の輪っかに後ろから前へ通します。次に反対側の先、これを上から後ろへ回します。回したら一番最初の輪っかも、ここへ後ろから前に通します。通したら一回離して、次右の輪っかから出ているこの先ですね、先を左へ通していくんですが、ここ、これでもなく、ここ、この今、この下から下に通して、これですね、これに刺します。はい。刺したら、この、動かしたら動く、ここ、ここですね、この、ここへ。下からこう下に流れているこの先を上向けてここを通します。はい、これで結びは完成なんですが、今度は締めていきます。まずここ緩いんでピュッと締めます。で今度は、ね、この右と左のこういうのもこういうふうにした方をぐーっと締めていきます。順番に一つずつしっかり綺麗に締めていくと、こちらがこの
ロの字できてますよね。で反対向けて中、可能結びの完成です。はい、それでは組紐で結んでみます。はい、真ん中にして右の方を上にしてクロスします。はい、左の方をくるっと上から下向きに回してここ重ねます。上に来ました。これ置いときます。次左の方くるりと回して上に重ねます。はい、重ねたらこの左の方の輪っかにとして他と同じような大きさまでビリッと引っ張っておきます。はい、次この左の方に来てるの後ろ、右後ろから前通します。置いときます。次こっち触ってなかった方、上から後ろ通して一番最初に作った輪っかに後ろから前しっかり通します。通したらここですね、ここにこの右に来ているこの部分、端を通します。通したら今度はさっき通したところ、ここですね、ここに下から上に通します。はい、でこれで順番に引っ張って引き締めていきます。で、可能結びの完成です。それではこのお守り袋の通し方なんですけれども、まず上の方2つこの組紐もしくは水引き、自分で作ったこの可能結びが通るぐらいの穴を2箇所開けます。開けたらこのロの字が前に来るように前から後ろに通します。通したらぐるりと反対向けてここ一度結びます。キュッと結んだら上の方で一つ結びをして、こういうふうにお守り袋につけていきます。いかがでしたか？この可能結び、はい、ロの字と十っていうので結構ね、日本人のこのなんていうかな、願いを込めるっていうこの結び方にもすごいなんか趣があってとても素敵な結びだと思います。はい、でこの結び今回ね、水引きとか組紐とかでやってみましたが、いろんなものでこう結びだけでも構いませんので、飾りとしても使っていただけますので、いろんなこう結びの文化なんかも楽しんでいただけると思います。はい、ぜひ頑張って作ってみてください。はい、でこの動画で紹介しました材料につきましては、レディーリサ YouTube ストアにて販売いたしております。詳しくは概要欄をご覧ください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ラッピングコーディネーターのココクルこと田原健が、和紙を使ったワンランクアップのラッピングをご紹介します。簡単な包み方や暮らしに役立つ和紙のアレンジを提案します。ぜひ参考に。